はい、えー、吉谷です、えー、今回ですねドリア化生の方から結果報告いただきましたのでシェアしていきたいと思いますよろしくお願いしますえっ、ー、といただいたのはですねこんにちは吉谷さんと初めての結果報告をさせていただきます今回 youtube を見てくださった福岡の企業さんからオファーをいただきましたとえー、7月に新入社員の懇親会があるのでそこで30分から40分程度の講演をしてほしいというオファーです企業内の講演なので撮影はダメと いろいろと規制はありそうですが初めての経験なので受けようと思います。講演料は10万です。多分安いんでしょうが時給10万と考えればありだし初講、講演初経験なので十分な報酬です。今回はお金より経験をできる喜びの、経験できる喜びのが大きいので7月が楽しみです。えー、昨年11月から新たな動画を撮り始めて本数は160分ぐらいとまだまだ少ないですがやっていきたいと思います。僕も1万本目標に 老体に夢中って頑張ります動画の内容はまだまだひどいですが、量を行わせば必ず質があると信じてやっています。初めての結果報告でしたということでいただきました。ありがとうございます。はいで、えー、とまあ今回、その、まあ、YouTube からの,この企業案件ということで、えー、すごく僕はですね実際その企業さんから、えー、こういうね、えー 講演料を10万円でやってくれませんかみたいなオファーはいただくこといた,だいたことがないので逆にすごいなと思いますはい、はい、で YouTube に関してはまあ本当にですねまあ実際に、まあ、僕の、えー、知ってる人で,、まあ you がでえーね、YouTube がきっかけでテレビ出演これね YouTube がきっかけでテレビ出演めちゃめちゃありますこれ結構ね僕の周りでもすごくあります YouTube やっていて、はい、だからこれねテレビ局も今 YouTube 見てるんで、まあ、こういうこともあります。あとこれ僕の事例だと YouTube, YouTube がきっかけで企業から,企業から、えー、商品レビューの依頼と。これ実際僕また取るんですけど。 えー、僕、商品レビューの動画とかも撮ってるんですけど、その会社さんから、動画作ってくれませんかあの、商品無料で提供するんで、で商品、商品を無料で、無料で、無料で提供するのでえ動、動画を撮影してくれませんかと。っていうのを、えー、いただきました、直近で。 でまたこれ今送っていただいているのでもうちょっとしたら届くと思うんですけどそしたら取りますでこれ2本目ですね僕スマホのケースも依頼あいただきまして今回 MacBook のケースをもあの来ましたただまあこういった感じでその要はあの企業さんまあこの講演に関してはちょっと ちょっと話はずれちゃうかもしれないんですけど、この YouTube のいいところって、いろいろあるんですけど、ヒカキンさんもやってますけど、このね、この商品レビューもすごくいいんです。まあ僕も実際にもうこうやって事例が2つ出てきたんで、商品、商品レビュー。これなんで商品レビューの動画がいいかっていうと、結局企業さん、企業さんは実施者の商品を多くの人に 広めたいとでこの広めるためにテレビ CM 打ってみたりとか広告費バカバカ払ってるわけですよ。で特に資本力があるところは、まあ、すげえお金投入して、えー、広告を出しています。まあ、新商品が出たら、えー、広告費を、えー、投入し、えーえー、広告を打つと。要はまあ自,分自社の商品を知ってもらいたいんですね。 知ってもらいたいたんですよだけどあのー、最近そ YouTube の, you のあのー、宣伝効果が高いっていうことが、えー、企業さんしかも安くできるっていうことで YouTube の広告とか YouTuber を使ってやってます。であとはそのまあ UM とかね UM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  とかあとなんだえー もう一つ、うん、僕が知ってるのは、UU、UM と、えー、あの光くんとかが所蔵作った光くんがいるところですねちょっと名前忘れちゃいましたけどまあこれはもう UM っていうのは昔からあるんですけどこれは YouTuber を集めたプロダクションみたいな感じでその、UU、UM が、えー、企業さんから持ってきて YouTuber に流すみたいな、まあ、ここは電通、まあ、みたいな感じですね電通みたいな、まあ、プロダクションみたいな。 電通ではなないか,ななんかあの芸能プロダクションみたいな感じですね。で YouTuber 抱えてで企業さんから依頼もらったやつを YouTuber に流していくっていうのをやってるんですけどああまあ今後その、まあ、時代の流れを見ると時代の流れですね。え企業はどこに、えー、自社の商品を宣伝していくかってとこなんですよ。 で昔はテレビが主だテレビが主だったから電灯、えー、とか電、ね、通道博報道とか電通、えー、がもうめちゃめちゃ儲かってたわけですよね電通とか博報道とかねそういうのがとかは本当バリ儲かってたわけですよだけどテレビの視聴率が落ちてそこに宣伝効果がなくなってきたんであの企業さんも広告を打つところを いあの探し始めてるんですよねだからあの個人の影響力を持ってる人たちっていうところに着目してるんですよだから SNS の SNS で、えー、SNS で影響力を持っている人たちに、えー、着着目してきたと。 まあ,まあヒカキンとかそういうのが分かりやすいですけれどもまあ実際僕でもその企業さんからね商品レビューしてくれみたいなのもらってますからまあこの SNS で影響力を持っている人たちに着目してきたこれなぜならばこれなぜならばあるんですよなぜならばなぜならば SNS で SNS で影響を持っている人は人は見ている人が SNS で でえー、拡散するからとじゃあ例えば「ヒカキンがこんなのをレビューしてたぜ」みたいなツイッターでつぶやかれたとか要は SNS を見てる人は SNS 使ってるんで拡散力があるんですよ。広,広まると口コミが広まりやすいっていうことがあるのでテレビってテレビって別に手動なんか見てるだけじゃないですかでも SNS の場合は見てシェアしたりとか、まあ、YouTube でもそうなんですけどコメント機能であれもなんかシェアされるというかね 拡散の一つなんですけどまあ、そういう風に広まってきやすいんですよで、僕最近そのインスタグラムに力入れているのが結局ここなんですよ要はその広告の広告のそのな誘導の流れが、えー、個人の sns のこの影響力を持った sns っていうのがキーで 逆にこの SNS、まあ、インスタグラムもそうなんですけどその影響力を持ってる SNS っていうのを持ってるといくらでも飯食って言えるというかそのだって企業は新商品出したら宣伝したいわけじゃないですかてか宣伝しないと売れないので宣伝する必要があるし広告枠っていうのは絶対あるんですよ。 事業部の中で広告費年間何いくらとか絶対算出しててそれを使うんですよねじゃあそのお金どこに行くのかどこにお金使,って使うのかっていうこところで、まあ、こっちに流れてきてるわけですよ。ということはここで影響力を持ってしまえばでしょ 世の中商品っていうのは絶対ずっと出てくるじゃないですかトヨタでも毎回新商品絶対出すしどの会社でも新商品っていうのは出すのでそのたびに認知させるえ広告を出すじゃあその時にどこを使うのかっていうとこういうのを今使われ始めてるのでここで影響力を持つと正直飯に困んないですよねだって商品無限に新商品が自分で商品出さなくてもですよ自分が商品出さなくても無限に企業さんが商品開発して無限に商品作ってるんで ね、いろんな日本中の企業さんを,を視野に入れればなんかこの影響力を持つっていうのが今後の,の SNS インターネットでお金を稼ぐ上での SNS で影響力を持つメディアを持つっていうねここが僕がキーになってくるんじゃないかなと思いますでここさえここができちゃうともう、まあ、本当にね多分あのいいと思います。 いいいというか僕はいいと思ってるのでインスタグラムいや YouTube に関しては今のメディアではちょっと拡散能力がないので今のやり方だと正直今のやり方はちょっとニッチすぎる今度、まあ、まあ僕はあの YouTube 使ってコンテンツ販売してるんですけど今後はその40歳以降はちょっとそ YouTube の仕様、えー、チャンネルの色を変えていこうかなとは思ってますねうん。 ここさえこを作っちゃうと結構でかいと思いますけどね。いろいろな動画をこうアップロードすることによってめちゃめちゃいろいろ見えてくるんで例えばこれも例えばトレンあのこの熟成さんは、えー、トレンド動画ではないんですよ。この熟成さんはその自分で喋ってる動画をアップしてるんですね。じゃあ逆にトレンド動画だけだったらこのオファーは来ないわけです当たり前ですよね。 トレンド動画スクロール動画だけでこんなオファー来るわけないじゃないですか。だから僕もいろ顔出ししていろいろな動画作ってるんですけど、それそれによってこういうなんだレビューしてくれませんかとか来ています。うん、まあまあドリアカではその顔出しせずにエンドロールで稼ぐっていうトレンド動画も教えてますけれども、YouTube はですねもういろいろな使い方いろいろな可能性があるので、まあ、ガンガン顔出しで顔出せる人は僕みたいに。 なんか顔出してバーって喋った方が早いと思うんですよ。正直。トレンド動画って編集しないといけないんで、まあその顔出ししたくないとかねそういう人はいいかもしれないんですけど、まあ、僕がやってる方法が顔出せるんだったら一番簡単なのかなと思います。なぜならば編集せずにもうバンバンいけますから。うん。 まあでもね、今回はその YouTube 経由から公演以来時給10万ということでおめでとうございますこれは素晴らしい結果だと思います、はいまあ、これからもですね、えー、なんだまた今回初めての報告ということだったんですけれどもいろいろと報告いただけると嬉しいかなと思いますまあ頑張ってるのは知ってるので引き続き頑張っていきましょう、はい、で他の塾生さんもですね、まあ、YouTube に関しては本当にあのー、なんだ うん可能性しかないので YouTube に関しては可能性しかないです YouTube は可能性しかないのであの YouTube はできるんだったら絶対やった方がいいししかもゼロ円ですから YouTube やるのにあたってお金かかんないのであの影響力を持つアクセスを集めたりとかあと稼ぐっていうところでは YouTube はもう日にあのずば抜けてますのであのこれぜひやっていただきたいなと思いますはい ではですね今回結果報告の方をシェアさせていただきました、えー、ご視聴ありがとうございます